自然にね忠実だよ。あの冬雪の中で死んだふりするのよ。そうすると寒いを感じくるもんといて起きろくれって。ワンデドがよくあってと、カムはナミロは大丈夫だかっていう感じで、そういうことするよ。面白いよ、こういうの。もうすぐ。The Akita or Akita Inu is a large, dignified dog breed, known for their beauty, elegance and loyalty, has roots in Japan, where he is considered a national treasure. The pointed ears, curly tails, statuesque looking, making them one of the most popular breed in Japan. 私は秋田犬保存会、秋田県保護支部福祉部長をやっております日陰久井です。よろしくお願いします。昭和二十何年間になったと思いますよ。そうのちょっとあげる、その時が秋田インドとして天然犬になったんで、その前はこの辺にいるから犬が大館犬であったんだ。天然犬になる時に秋田インドとして天然犬になったんだ。And who will forget the famous Akita dog, Hachiko, not only in Japan but throughout the world for his faithfulness to his master. His story touches the heart of everyone. Hachiko は、あの、犬は喧嘩して噛まれたんだよ、あの犬は。っていうのが、あの、東大、大学の、あの、そこの上のエリザベロス先生という城がそのハチ公を持ってやったんだよ。そしてその、あの、確かのその先生が亡くなって、あの、飼い主さんがいなくなるから、それいろんなのをこう歩いてて、あの、スベのイグラの誰を、野良犬もいるだろうし、そういう人がやられて、こうなったら目になったんだっていう話を聞いてるわけ。あ、当時はいっぱい野良犬はいだったと思うよ。今は犬犬の中にいるからな。昔は自然とこの日にもみんな犬外にいだったから、いろんな動物が入ってこなかったんだ。近別やったから自然と。今は犬の中にいるから熊来たらいろんな動物が入ってくるから、しかもこんな山で熊でも降っていくんでしょ。Akitas are beloved faithful family dogs in Japan and abroad. This breed is originated in the snowy and rural lands of the mountainous region of northern Japan, Akita Prefecture. The noble Akita goes back at least 1,000 years as a human companion and helper. Akitas are large and powerful dogs and traditionally are hunting dogs essential for the Matagi hunters.This breed require a firm and consistent leader to give them the early training and socialization. いや、大変だよ。うん。特に犬を持つってことは、いつもだから、どっかにも行かれない。行けば、図鑑な、運動する図鑑になると帰ってこなきゃいけないです。大体、だからこれ4頭いるんだけども、これお父さん真面目にやってるともうだねんない、体が。だから3頭は自転車で行ってくる。自転車で押すだけ、ひつ運動一緒に。だからこの暑さには、秋田には雪国にいるだから弱いんだよ。だから人間も弱いんだよ、暑さには。一回ずつ行け、一回
15分ぐらい15分ぐらいで、今日サートいるから、それではあと男はだいたい引き運動40分ぐらい。今はドッグフードっていうのがあるから、昔は米あのおねぎと同じで炊いて、電気釜まで炊いて、それとあの野菜と魚と煮て一緒に、まああのちゃんこ、そういうして食べさせるの。アクサイヌはそれが一番いいんだよ、それ育てるには。あの今の犬はあまりにも体が、あの小さいスタイルがあまり良いすぎるんだよ。昔の犬はもっとこだったの。昔の犬はお仕事をしたもの、いろんなものを、あのあまり車がない時代だから、リアカーとかそれを引っ張って、そういうお仕事をしたために体が全然、今の犬とは全然違うんだよ。体高はあったし、それから胸幅、胸の厚みもあったんだよ。年いった人がだよく言う言葉ね、今の犬は、アクサイヌは魅力がないっていう。やっぱり昔の犬はそれだけの体があったから、体高があったば、胸の厚みもあった、胸の広みもあった。今の犬はあるのを腹抜くだけだっていうそういう話が我々つながるんだよ。だから昔はやっぱりすげえかと思うの。塩分はいらないから、あんまり食うものを食べさせない方がいいもんな。どっちかというと意外とあの悪菜っていうのはすっきりしないとこがあるんで、頑固なとこがあるから、意外とあの内臓が他の犬とは違うと思うよ。Akita dogs are so smart, they remember everything. Yes, they remember everything you say. Your smell, your face, the place you went and the food you fed them. Not only smart but also stubborn, they know when it's too hot or too cold to go for a walk. So a lot of patience when training these lovely companions. See, あの、頭がいいんだ、やっぱりな、すっげえ。アクサイヌっていうのはすごく、あの、面白いんだよって。なんでかというと、他の犬は物を落ちると簡単におんぶるんだけども、簡単に忘れるって。アクサイヌは頑固なところであるけども、物を覚えたら忘れないわって。アクサイヌは忘れないという。ただちょっと時間はかかるんだけども、覚えたら忘れないわって。面白いのだって言うけど、その国さんは。だよ。俺この俺のガラスだって暑い時、雨降った時、こうやって寝て、今日行かない。ドーンと踊ったね、寝るよ。うん。なの、我々も生きてくねえもの。暑いとか、雨降ったのに、ダメ生きてくねえもの。寝てるもの、ドーンとこうやって寝て、今日行かない。Any breed of dog has a short lifespan compared to humans. Even then, they live happily for sure with their master, with you. And those unconditional love makes them truly a man's best friend.